職は一日 OL になって働いてみたです。イエーイ。はい、ということですね、今日はいつもはここワールド本社にピンクレッド TV の撮影として来てるんですけど、なんと私が今日だけ OL としてここへ来させてもらってます。イエーイ。いや、楽しみで仕方がない。キティさんとラビさんと一緒に働いてみたという企画なんですけども、見てください、社員証ピティさんが作ってくれました。イエーイ、ありがとうございます。なんとこの写真までわざわざ貼ってくださって嬉しいです。本当に今 OL になった気分です。私一緒にお仕事をしてみましょう。はい、はい、お願いします。よろしくお願いします。お願いします。それでは出社です。出社せーのどうぞ。本日ゆらりさんのお席こちらにございます。はい、今日は一日、はい、ピティと一緒に働いていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今日はね、いっぱいスケジュール、今日もなんだけど、はい、盛りだくさんなんですが、まず朝、はい、出社したら一番にするお仕事が、動画のコメント欄とかインスタとかツイッターとか TikTok のみんなからのコメントをチェックすることが一番のお仕事になりますので、はい、YouTube のコメント欄をですね、はい、ゆらりにも見ていただき、これあの伝言ダンスの、そうね、たまにちょっと返信とかしていただけたらなと思います。わ、はい、かりました。よろしくお願いします。お願いします。はい、なのでこの動画みんなをちょっと見返してみてください。はい、ゆらりが米編します。実は私が米編してました。チェックしてみてくださいね。ではそのお仕事をしてもらいます。お願いします。楽しみ。ピーさんがシールを貼ってデコレーションしてるんです。めっちゃ可愛いですよね。ごめん、終わりました。はい、今からピティさんとラビさんと打ち合わせをしていきます。打ち合わせ頑張るぞ。では今回のオフィスミーティングについて、はい、ちょっとまず概要から確認していきたいと思います。はい、いいですね、決まりました。それでは次の打ち合わせに行きたいと思います。頑張るぞ。はい、次はピンクラテのプレスルームに行って、次回の撮影のコーデをスタイリングしたいと思います。じゃあ早速レッツゴー。今日は原宿に来てるので原宿でランチを食べましょう。やったー。もうお腹すきましたね。お腹すいちゃいました、ね、集中するとお腹すくので、もうゆらりといえばうどんなんで、今日はうどんランチしましょう。今日私めっちゃ食べたいと思います。いっぱい食べよう。レッツゴー。いただきます。カルボナーラうどんです。おいしそうですね。めっちゃおいしそう。いただきます。本当においしそうです。これはリンゴジュースです。おいしいです。めっちゃうどんさん、いつから好きになったの？ずっと好きです。親にうどんさえあれば生きてくるって言われてたので、うん、でもうどんで飽きないのはすごいな。うどんって食べないですか？皆さんはうどん食べますか？ピンクレテのプレスルームに到着いたしました。2階が服がたくさん、あれ見えますか、並べてあるんですけども、あの中から今から私が次の撮影の衣装のスタイリングをしていきたいと思います。レッツゴー。ピンクレテのプレスルームが本当にあの可愛いですよ。見てください。おはようございます。おはようございます。ピンクラテのプレスルームでーす。いっぱいお洋服があります。見てください、猫です。あ、本当だ、猫ちゃん。猫の上にクマがいるよ。こんにちは。可愛い小物もいっぱいあるね。次の撮影の配信が14日とかだから、その時に発売するお洋服の中からコーディネートを組んでいきたいと思います。はい、はい、では早速選んでいきます。ゆらりさんのセンスも試されますね。はい、これは、うん、あれですか、自分の分母ですか？自分の分母です。5人分選んでください。お願いします。はい、着たいやつで言ったらこれお気に入り、ジャケットお気に入りです。ちょっと薄いのと濃いデニムです。楽しい。アリア、アリア、なんとなくなんか今アリアな感じしました。じゃあそれアリアにしよう。
このスカートはめっちゃ可愛いですね。可愛い。なんかゆらゆらっぽくないから。っぽくないけどぽいですよね。着こなせると思うでも。ゆらゆらそれにしましょう。はい。決定しました。ゆらゆらのコーデにヨコのチェックのハートのアクセサリー。イヤリングです、これは。をつけました。そして姫香のワンピースにはちょっとシンプルめのイヤリングをつけました。これなんかちょっとデザインが変わってて、つけるとここが揺れるんですよ。こういう感じです。かわいい。かわいいです。アリアにはこの白のハートのイヤリングをつけてもらいます。じゃじゃん。私はシルバーの月のイヤリングです。結構シンプルめな感じです。そして最後、エコシ。エコシはこの星のヘアゴムです。まあ髪型はエコシに決めてもらうんですけど、色合いがなんか絶妙で可愛くて合わせてみました。はい、以上でアクセサリー紹介を終わります。さっきあのスタイリングが終わったので、次はピンクラテのお店にリサーチをしに行きたいと思います。じゃあ早速行きましょう。レッツゴー。行こう行こう。リサーチは週に1回ぐらいはできる時にするんだけど、はい、街歩いてる人がどういう服着てるかなとか、はい、そういうことですか。どういうのが流行ってるかなとか、ピンクラテのブランド以外のお店、はい、どういう商品を打ち出してるかなとか、そういうのを調査するんです。どういうことだろうと思って最近は皆さんはどういう服が着るの好きですか、うん、ね、どういう服着るの好きか教えてほしいな。コメント欄に書いてほしいです。教えてください。そういうのピンクラテのお店に到着したので、ちょっと市場調査をしていきたいと思います。新作アイテムとかマネキンが着てるのが結構色物が多くて、うんうん、色チェックですね。そうだね、色とチェックが多いね。はい、特にあれも色チェックですし、本当だ。ピンクカーズとか、そうそう、そういうのをね見たりするんですよ。今からアルバニーになります。坂が多くてすごい。頑張って。もうすぐ坂が終わる。何その歌、知らないですか。知らない。私が中1の、野外学習の時に歌った、うん、もうすぐ今日が終わる、やり残したことはないかい。なんかすごい染みる歌だね。初めて聞いたよ、その歌。そうですか、うん、中1の時に初めて聞いて、うん、なんか謎にずっと覚えてましたこんな歌も歌いながら帰ります平和です。平和です。今から打ち合わせ行っていきたいと思います。練習もキティさんに作っていただいたので、はい、一緒にちょっとミーティングに参加していきましょう。ゆらりと申します。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。ゆらりさん、お疲れ様でした。はい、ということで1日 OL として働かせていただきました。ありがとうございました。お疲れ様でした。朝から結構予定がぎゅうぎゅう詰めで、うんうん、あっち行ってこっち行ってわーって感じで、うんうんうん、結構大変だったんですけど、うんうん、私はとても楽しくやることができました。いやー、よかったですでもこれで、あの、うん、日頃のピティさんとラビーさんの大変さも知って、もっとこれからのたくさんお手伝いしようと思いました。ありがとうございます人がやってることって実際に自分がやってみないとその大変さだったりとかがわからないと思うので、とても貴重な経験でした。いや、ありがとうございました。今日送ってくれたコメントとか残ってるんで、みんな探してみてください。衣装のスタイリングも楽しかったですし、ね、うんうん、名刺交換もさせていただいて、ね、社会人ならではの、ね、はい、ことも体験できましたね。打ち合わせもしっかりやりましたバッチリでございました、はい、ありがとうございました。もしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、通知オン、よろしくお願いします。バイバーイ。